子ども家庭科から子ども医療助成の対象年齢の拡充についてのお知らせです。高松市では令和5年8月診療分から子ども医療費の助成対象年齢を15歳の年度末から18歳の年度末までに拡充し、保険診療の自己負担分を全額助成します。今回助成拡充の対象となるのは、市内に住民票があり、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれまでの健康保険に加入している人です。対象者にはすでに申請案内と申請書を発送しています。なお、一人や家庭等医療費助成や障害者医療費助成を受けている場合は、現在受けている助成が優先されるため、今回の助成の対象とはなりません。申請は申請書を郵送で提出いただくか、パソコンやスマートフォンを利用してオンラインでもできます。申請された人には、令和5年8月1日からお使いいただける子ども医療証を順次発送します。医療機関等を受診する際は、保険証と届いた子ども医療証を窓口で提示してください。なお、すでに子ども医療証をお持ちの小学1年生から中学3年生には、有効期限を18歳になる年の年度末まで延長した新しい子ども医療証を令和6年3月下旬頃に発送します。令和6年4月1日以降は、新しい子ども医療証を医療機関等で提示してください。今回、拡充対象となるお子さんの医療証は、8月診療分から助成となりますので、まだ申請がお済みでない人は、お早めにお願いします。